CX を走らせようかなと、いう感じでおります。今の装備をちょっとよいしょ映したいなと。今こんな感じで、はい、はい、新しいシガーと、はい、USB 二口と電圧計ついてるやつをつけてます。だから今までこうミラーにつけてた、電圧計だけのやつはもうないです。ただ寒いので今日はこっちに、いや手袋をねやって運転してもね、もうやっぱり 手にね風は来るんで、今日は本当に、うん、親父臭くて非常にあれなんですけど、ハンドルグローブこういう感じで、はい、右と左につけております。これが長い関係でハサミで切って出しております。まあここら辺は気にしないで、はい、風があって寒いんで、よいしょ、はい、これでセットしました。こういう感じで、風の音しかしないね。今日は上半身はコミネのハードタイプの、ガードをつけております。俗に言うかぶるやつね。剣道の防具みたいなやつね、背中面と、前面に、硬いやつがついてて、あと肩と肘に、パッとエルボーガードが入ってるやつで、はい、それを着て、でその上に、薄いタイプの、まあ、引っ掛けるやつは、まあ、ジャンパー薄いやつを着ております。で下はさすがにねこの風なんでね、Gパッド下に、スノーボードの時に履く、タイツ履いてます。はい、しかしこれスキー場も行きたいんですが、これこんなに天気いいと、特に今週のね、地元土浦茨城の高原天気予報は木曜とか土曜日になんか18度とか、最低6度で18度とか、最低4度で19度とか、もうなんかすげえ初夏の天気予報なんですよ。これ雪溶けるね、これ。スキー場の雪もね、こんだけ天気いいと上が溶けてシャーベットになっちゃうんだね。いつも3月の雪がさ、シャーベット状で、もう、埋まるだけで進まないっていうね、ひどい状態なんですけど、これもう建国記念日近辺でそうなってるかもしれないね。さすがに19度はないよね。ちょっとね、やっぱり15度超えるとスキー場もきついよね。びちょびちょのぶちょぶちょの、バチャバチャだよね本当にね。ついてないんだよね。あ、そろそろ、はい、右に郵便局が見えたら、その遠い目、ここね、だからこの左見えるかな、映ってるかな、あったサニー、
あー懐かしいな、本当懐かしい、この3人、人がいてくれればね、画像本当撮りたいんだけどね。